縄文杉の前景縄文杉鹿児島市、種ヶ島縄文杉の一縄文杉は、鹿児島県熊毛郡薬島町に自生する最大級の薬杉。杉の一個体に付された名であり、種の名称や、あるいは、縄文時代から生きている個体の総称ではない。薬杉を代表する古木として著名である。世界遺産、薬島に包含される。 1966年、役長役場の観光課長だった岩川定時により発見され広く紹介される。発見当初は大岩杉と呼ばれていた。縄文杉という名前の由来は、当時推定された樹齢が4000年以上で、縄文時代から生きていることから来たという説と、本邦にうねる幹の造形が縄文時に似ているからという説がある。1976年、 九州大学工学部の学部大学助教授により、周囲の樹木の年輪測定、幹周の大きさなどから、樹齢7000年以上と推定され、話題になった。しかし、その後の調査で古木の周囲を3本程度の若い木が、融合して包み込んでいるが、大義である可能性が、浮上し、外側の若い木の部分の年代測定では、樹齢、約2700年と判定された。 ただし、鹿児島大学農学部が、縄文杉のパーオキシュダーゼを、愛素材無分析した結果、縄文杉は、合体儀ではなく一つの木であることが証明されている。また、調査によって、倒木更新の痕跡も発見されている。また約7300年前に機械カルデラから、広がった、三キや火砕流によって、 薬島を含む九州南部諸島の大型植物は全滅したと考えられており、縄文杉の樹齢は古くとも4000年以上は遡らないとするのが定説になっている。一方で、広大に持ち込まれた記録のない薬島猿などの大型動物が現存していることから、薬島全体が火砕流に飲み込まれたのではなく一部の動植物は生き延びたのではないかとする意見もある。 縄文杉を見るためには8から10時間ほどの登山を行う必要があるが、保護のため十数メートル離れた木製のデッキから干渉しなければならず、杉の周りには立ち入ることはできない。2009年4月23日にニュージーランドノースランドのワイポア森林保護区にある樹齢約1200から2500年の香り、種は蓋との姉妹木底結が、 薬島町とカイパラ地区との間で調印された伝統文化や青少年の交流事業が期待されている。ありがとうございます。